はい、皆さんどうもおはようございます。ホラーです。では学校であった怖い話1995をやっていきたいと思います。今回3週目の最後を飾るのは進藤くんですね。うん、よう坂上って言ったな。俺の名前は進藤誠、3年 D 組だ。日野に頼まれて来てやった。いいものを切ったね。部屋だな。これも聞いたな。これこんなとこ一緒来なかったと。7人目は来ない、うん、と思ったが、いきなり話をするってのも芸がねえよな。いや、いいよ早く話して、みんなで帰ろう。せっかくこうして知り合ったんだし、お前がどうして新聞部に入ったのか教えてくんねえか。またあれですか。うーん、で何かおすすめのクラブは。新聞部抜けるつもりかよ坂上くん。なんだお前、俺に部活紹介してほしいのか。進藤くん部活やってんのかな。なんかボクシング部とかそういう感じ、体育会系だよね。これで文芸部とかだったらウケるけど、新聞部が気に入らねえってことか。まあ詳しい理由は聞かねえよ。でもな、俺が進める部活は半端じゃねえぞ。もし入ったら最後まで気合でやり抜け。そうだよね、進藤くんってそんな感じだもんね。厳しそうな体育会系、俺が責任を持って紹介してやる。俺が勧められる部活は、出た、ボクシング部、自動車愛好会、パフェ同好会。進藤くんだからパフェ同好会じゃない。パフェ同好会だ。なんだ坂上その顔は。そんな驚いた顔しなくてもいいだろうが。何、意外だったから。坂上、一つ言っておく。パフェが女の食い物だって誰が決めた。男が食ったって別にいいじゃねえか。そういう偏見は良くないと俺は思うぜ。そんなに男らしさに、なんだろう、お前にこの部活を紹介してやろう。それはな、ボクシング部だ。いいよ、パフェ同好会でいいじゃん。ボクシングはいいぜ。なあ坂上、ボクシング部に入るやつら何のために入部すると思う。なんだろう、喧嘩が強くなりたいとかそういうやつかな。人を殴るため、ストレス解消、強くなるため。強くなるためじゃないかな、やっぱ。おお、分かってるじゃねえか。そうだ、ボクシング部に入るやつは強くなりたいと思ってる。坂上、お前も男なら強くなりたいと思うか。まあ強くはなりたいよね。だよな、男ならそう思うのが普通だ。でもな、本当の強さってのは腕っぷしで決まるもんじゃない。そうだよ、あの世の中暴力じゃないからね。生きていることの感謝からくる優しさと自信。そうそう、いいこと言うじゃん。その精神的な強さから本当の強さが生まれるんだ。それを履き違えるととんでもない事態を引き起こすことになる。誰だこれ。俺が1年の時だ。え、いや違うな。これ進藤くんの1年生の時かと思った。同じ学年に新谷健よ。あ、なんだよ、いつも難しい感じ、難しい名前出てもさ、こんな風に親切に出ねえじゃん。いつも出せよこれ。新谷健也くんね。こいつがまた弱っちいやつでな、クラスの群がってる連中にしょっちゅういじめられてたんだ。かわいそうだね。この学校の専攻はそういうのを見て見ぬふりするやつがほとんどだからな。新谷ももしかしたらずっといじめられてたのかもしんねえ。誰これ。先生だよな。けどよ、その時の担任の上野勇気ってのがこの学校じゃ珍しく、いじめを見逃さない、そして許さない心に芯のある男だった。いいね、やっぱ見て見ぬふりするよりはちゃんと叱った方がいいよ。だから新谷はよく上野に助けられてたよ。自分で何とかするのが男ってもんだ。だが新谷は見るからになよっちいやつだったからな。またお前らがやめろって言ってるのか分からんのか。やべえ、上野が来た、逃げっぞ。まったくあいつらは。新谷大丈夫か。逃げっぞ、孫悟空かよ。はい、ありがとうございます。ではないようだな。しかしあいつらも懲りないな。お前に非があるとは言わないが、やはりいじめられた時に対抗できるようにならんとな。そう、強くなんなきゃね。他人に助けてもらうんじゃなくて自分でなんとかする。対抗できるようにならないと先生がいつもいるとは限らない。はい、
そうだ新谷、俺は顧問をやってる部活に入れ。そこで鍛えてあいつらがいじめてきてもやり返せるようにするんだ。本来腕っぷしで訴えかけるのは気が引けるが、上野が顧問をしていた部活、それがボクシング部だ。上野は新谷をボクシングで鍛えようと思ったんだな。新谷は上野に言われるがままにボクシング部に入部したのさ。そして上野の指導が始まった。さあ練習を始めるぞ。ゴングが鳴ったら試合開始だ。はい。そんないきなりこんな悩んだ人でボクシングやれっつって無理だろ。どうした、相手に向かっていかないと練習にならないぞ。まずはサウンドバックとかで練習させてくれよ。無理だろ。はい、でも暴力は暴力じゃない、スポーツだ。そして自分を鍛える鍛錬でもある。さあ新谷頑張るんだ。でも俺腹をくくれよ、入部したんだろ。やっぱり最初はスポーツとはいえ誰でも殴りかかっていくことを躊躇するもんだ。確かにね。特に新谷のようにいじめられてたやつは反抗して殴りかかると相手が面白がって余計にやられることを知ってるからな。いじめられてるやつに相手に立ち向かっていくっていう精神を植え付けるのは結構大変なんだぜ。だけど上野はそれを根気強く新谷に教え込んだんだ。まずは心の強さってことだ。いいか新谷、別に相手に怪我を負わせるのが目的じゃないんだ。お前の場合いじめられないように防衛できればいいんだからな。さらにそういうことに怯えない強い心を作らないとな。そして立ち向かっていく精神を。はい。さあ頑張るんだ。ゴングが鳴ったらお前は変わる。ヒンタにお前は強い、強いんだ。なんかすげえな、なんか宗教みたいな。いじめられっ子なんかには負けないくらい強いんだ。さあ立ち向かえ。はい。そうやって毎日毎日上野はヒンタにお前は強いんだと言って聞かせていた。それを繰り返していると少しずつ新谷の心に変化が訪れたんだ。お、それが垣間見えたのは次にいじめられてた時だ。おら土下座してお願いしろよ。そうすりゃやめてやってもいいぜ。はっはいいなそれ。ほーらケントだっけ、ケンヤだっけ、ケントちゃん土下座しないんでちか。まったくこいつらもこいつらだ。何度も上野に止められてたのに懲りないよな。他にすることないのかよ。新谷の方も相変わらず何も言わず口を固く結んで耐えていた。ひっ、何も言えねえでやるの情けねえな。ついてんのかなど、はいで確かめるか。あはは、いいなそれ。はい、ケンヤちゃん、ケントちゃん、ケントちゃん、ケンヤちゃん、ケンヤちゃん、ケンヤちゃん、ぬぎぬぎしましょうね。やは、おめえ気持ち悪いよ。やめろよ。その時だ、新谷がかすかに言葉を発したんだ。そうだ、言ってやれ、もうバンバン言ってやれ、そんなの。あ、何ブツブツ言ってんだ、やめろよ。新谷はそう言うと両手でいじめっ子をドンと押しのけたんだ。よしよし、持ってやれ持ってやれ、もう消火器でぶん殴れ。うわっ、なんだこいつ、下がりやがって。てめえ調子乗ってんじゃねえぞ。調子乗ってんのおめえらだろ、ふざけんなよ。思わぬ反撃を食らっていじめっ子は頭に血が昇り、新谷に向かって大きく拳を振り上げてきた。新谷はとっさに体を反らしてそれを受けた。かっこいい、日頃の賜物じゃ。上野と練習で体が覚えてたんだな。そして体勢を崩したそいつに右ストレートを叩き込んだ。いいぞいいぞ、もっとやれ。くわっ、なんだこいつ。いじめっ子たちの中に明らかに動揺の色が走った。普段何の抵抗もしなかったやつがいきなり殴ったんだ。元より弱い者いじめなんてするようなやつらだ。そいつらも結局のところ弱虫なんだよ。弱いやつってのは自分より下にさらに弱い存在を作ることでしか安心できねえんだよな。まあ、下ばっか見やがってよ。お前ら、その時騒ぎをかきつけた上野が現れた。おい、お前らには学習能力ってのがないのか。いえ、おい、行こうぜ。おう。あ、こら。上野が現れるといじめられっ子たちは、雲の子を打ち合わせように逃げていった。先生。上野が声をかけられ振り向くと、右手を押さえながら顔をしかめた新谷が立っていた。ん？拳がどうかしたのか？もしかして怪我したのか？違うんです、僕逆らいました、立ち向かっていきました。本当か、やったじゃないか新谷。
上野はまるで自分のことのように喜んだ。それは嬉しいよね。今は抵抗できなかった子が自分がね頑張って付き合ったおかげで変われたんだから、新谷もそれが嬉しくてな。そんな時上野が言った。これでもう俺がいなくても大丈夫だな。特訓ももうしなくていいだろう。え、もともといじめられないように始めた訓練だったんだから、立ち向かっていけるならもう必要ないだろう。あの僕ボクシング続けたいです。新谷、確かに最初はあいつらに立ち向かっていけるように始めました。でもボクシング大変だけど楽しいし、僕もっと強くなりたいんです。おお、かっこいい、よく言ったな。そう言って上野を見つめる身体の瞳は力強さにあふれていた。感動ですね。こんな身体のやる気にあふれた姿は見たことがなかった。生徒のやる気に応えてやるのが教師じゃねえか。もちろん上野は喜んで応えたよ。身体に、よし、じゃあ次の練習試合を目指して特訓しよう。これからはもっと厳しくいくからな。はい。感動ですね。最初はやらされている感があった身体だったが、次第にボクシングに目覚めていったんだな。やっぱやってみるもんだよね、何にもかも。上野のおかげで心は強くなった。次は本格的にボクシングを極めるために技術を学んでいったんだ。新谷、お前は精神的にだいぶ強くなった。次は技術は。さあ、ゴングの音が鳴ったらお前は最強の選手になる。はい。上野の厳しい練習指導は毎日続いた。新谷は試合まで上野に付きっきりコーチしてもらったんだ。そして次の練習試合になった。結果は KO 負け。そりゃあ当然だ。2週間やそこらの月焼き場で何年もやってるやつにかなうはずがなかったんだな。まあそりゃ仕方ない。それをバネにまた強くなればいいんだ。でも相手に立ち向かっていく心だけは評価できるだろう。それは上野 も同じ考えだった。今日は初めての試合で緊張しただろう。はい。緊張すると普段の自分の力は出し切れないものだ。それにお前はまだボクシングを始めたばかりなんだから、これから努力していけばいいさ。はい。そして上野を語り聞かせるように新谷に言った。ゴングが鳴ればそれは試合の中なんだから手加減しなくていいんだ。お前の力の全てを出し切り本気で相手に立ち向かっていく。新谷、お前は心の優しいやつだ。だからどうしても躊躇してしまうんだろう。そういう意味ではボクシングなんてストイックなスポーツにはあまり向かんのかもしれないな。だからボクシングは喧嘩じゃない、れっきとしたスポーツなんだから心配しなくていいんだ。ゴングの音が聞こえたら全力でぶつかっていけ。これ試合以外にゴングの音がぶつかって急にスイッチ入って暴れまくったりして。わかりました、次は全力でぶつかれるように頑張ります。よーし、じゃあ今日は早く帰ってゆっくり休め。また明日から特訓だぞ。はい。上野はあんなに弱くていじめられてばかりいた新谷が成長し変わってくれたことを喜んでいた。そりゃ嬉しいよな。自分が手をかけた生徒が成長してくれることほど先行にとって嬉しいことはねえからな。まあそれは教師の醍醐味ってやつですね。新谷も自分が着実に強くなっていることに嬉しさを隠しきれなかった。やっぱり人間は自信がつくと変わるもんだ。新谷はどんどん強くなっていったよ。半年も過ぎれば昔のいじめられていた頃の面影はすっかりなくなっていた。リングの上の新谷は強かったぜ。ゴングが鳴るとまるで人が変わったように鋭いパンチを繰り出すんだ。とてつもない集中力の持ち主だったぜ。今日はいい試合だったな、新谷。はい、先生。その日、いつもの練習試合を終えた上野は帰りの方向が一緒だった新谷と帰っていた。今日の試合は新谷の KO 勝ちだった。お、やってやん。上野はひどくご機嫌だった。こんな日は一杯飲みたい気分だ。上野は新谷と別れて一人居酒屋に立ち寄ることにした。これじゃあ新谷、俺は今日はこっちやから。お疲れ様です。え？火事か？新谷の別れ、居酒屋で一杯やった上野は、ほろ酔い気分で夜道を歩いていた。おいおい、これやばいんじゃないの？どこからか消防車のサイレンの音がする。どこかで火事でもあったんだろうか。そんなことを考えながらふらふらと歩いて家に向かっていると、ん？誰かいるのか。上野が公園の脇を通りかかると公園から変なうめき声が聞こえてきた。
上野は気になって公園の中へと入っていった。やめた方がいいんじゃないの。な、助けてくれ、助け。上野が公園に入ると茂みの中から男が這いずり出てきた。顔面を殴られたのか、顔中血まみれで、その口からゴブゴブと赤い泡を噴出していた。しかしすぐに暗がりに引きずり込まれていった。その後すぐに人を殴る音が聞こえてきたんだ。やめろ、ぐは、おい、思わず声をかけた。すると茂みの影から誰かがニューッと姿を現した。その姿を見て上野は驚きを隠せなかった。新谷、影から出てきたのは新谷だった。血だらけの手で顔にはうすら笑いを浮かべていた。な、何をしてるんだ新谷。あれ先生、お前こんなことしてどうなるか分かっているのか。ゴングが鳴ったんです。試合が始まったから僕は。ほらね、やっぱり新谷、な、何を言ってるんだ。上野は唖然とした。その上野の耳にまた消防車の音が聞こえてきたんだ。消防車の音には反照の音も混ざっていた。途端身体の顔つきが変わった。こいつすごい忙しいやつだな。目が どこ見ているかわからないうつろな瞳で上野のことを見ていた。そしておもむろにファイティングポーズと、やめや、逃げろ逃げろ先生。おい新谷、お前、うわ。新谷は目の前にいる上野を何も言わず殴りつけた。逃げて上野。首をつかれた上野バランスを崩しその場に倒れた。そこへ新谷が馬乗りになってさらに上野にパンチを浴びせ続けた。うわ。新谷の一心不乱に上野を殴り続けた。上野の鼻が折れても眼球が飛び出しても顎の骨が砕けても試合終了のゴングが鳴るまで。結局近くの住民が気づいて警察が取り押さえるまで新谷は殴るのをやめなかった。新谷は自分の両手の骨が折れても殴るのをやめなかった。そのせいか指の骨はめちゃくちゃに砕け、砕けた骨が皮膚を突き破り何本もの赤黒い骨が突き出していた。手はグローブみたいな大きさに腫れ上がり、上野の血を浴びて真っ赤なグローブのような輝きを放っていたそうだ。上野はもちろん死んだよ。そうだろうな。そして加害者である新谷は後を追うように自殺した。手の怪我で搬送された先の病院の屋上から飛び降りたんだ。強くなりたい、そんな純粋な思いで始めたはずのボクシングだったのに、なんでこんなことになっちまったんだろうな。ねえ、なんか後味の悪い話だ。悲しいな、せっかくハッピーエンドだと思ったのに。なぜ上野を殴ったのか。そんな上野を殴ったら決まってんじゃん。ゴングになってわけわかんなくなったからだよ。なんでその話を知ってるのか。なんで新谷がそんなに強いのか。なんでそんな熱心なんだろう。ん、何その話を知ってるって噂で聞いたんじゃね。なんで新谷はそんなに強いのか。なんでそんな熱心だったのか。どれでしょうかな。なんで熱心だったの、そんなに上野は。あの上野先生はなぜそんなに新谷さんに熱心だったんでしょうか。僕は気になって新藤さんに尋ねてみた。さあな、けど噂によると上野も昔はすごいいじめられっ子だったらしいぜ。毎日激しいいじめに遭い、それに対抗するためにボクシングを始めたって聞いたことがある。だから上野のやつは新谷に自分を重ねてたのかもしんねえな。それがこんなことになっちまうなんてな。これで俺の話は終わりだ。せちがらいなあ、もう。なんかこっち亀のそういうキャラいそうだな。なんかそういうのなるたび性格変わるみたいな。わしはもう続けて7人目やっちゃおう。さあなあ坂上、7人目は結局まだ来ねえけどどうすんだよ。新藤さんが新聞部の部屋のドアを別室のドアを見ながら
僕に目配せした。ねえねえ、これ以上待っても7人目の人は来ないんじゃないかな。もう私たち帰っていいでしょ、坂上くん。福沢さんは机に顎を乗せながら退屈そうな顔で僕を見ている。そうだよ、坂上くん。僕はこれでも忙しい身でね。僕の貴重な時間をこれ以上無駄にすることは、それこそ人類の大いなる損失だと思うね。僕もお腹が空いちゃったから、そろそろ帰りたいです。まったく、日野さんもとんだ人選ミスですよ。もっと責任感のある方を呼んでいただかないと。みんな待たされた不安が噴出したのか、好き勝手に物を言ってる。決まりね、これ以上待っていても無意味だわ。帰りましょう。岩下さんはそう言うと席を立ち、つかつかとドアに向かって歩き始めてしまった。他のみんなもそれに続いて席を立つ。待ってください。僕は帰ろうとするみんなを呼び止めた。何かしら、坂上くん。私たちはもう帰りたいのだけれども。岩下さんがきっと睨みつけるような視線を僕に投げかけた。他のみんなもどこか気だるそうな視線を僕に投げかけている。僕は怖い話をします。おお、本当かい、坂上くん。七不思議は七は揃わないと終わりませんから。聞き役のお前が怖い話するってのか。とっておきのやつがあんのか。ええ、聞き役が怖い話をしちゃいけないなんてルールないですし、それに皆さんもこのまま七不思議が六不思議のままだとすっきりしないんじゃないかと思うんです。へえ、今度は坂上くんが怖い話をしてくれるんだ。どんな話かちょっと興味あるな。そう言ったのは福沢さんだった。まあお前がそこまで言うなら聞いてやらないこともねえけどよ。つまんねえ怪談話はごめんだぜ。進藤さんが壁に手をつきながら僕を見ていった。はい、皆さんに気に入ってもらえるような怖い話ができるように頑張りますので、どうか席に戻ってもらえないでしょうか。僕の言葉に一同は顔を見合わせると、ぞろぞろと席に座った。皆さんありがとうございます。僕はみんなにお礼を言うと、一呼吸置いて話を進めた。僕の学校であった怖い話を。皆さん、僕の話を聞いていただけますようでありがとうございます。改めまして、僕は1年 E 組の坂上俊一と言います。わあ、これ初展開だね。どうぞ最後までお付き合いしていただけると嬉しいです。皆さんは昔この付近に大きな団地があったのを覚えていますか？今は老朽化が進んで取り壊されてしまいましたが、昔、そう、ほんの10年くらい前にはまだこの団地はあったんです。その団地にある少年がいました。彼はまだその団地に引っ越してきたばかりでした。周りに友人と呼ぶ人のいない彼はいつも団地の隅にある古びたブランコで遊んでいたんです。これが坂上くんかな。そんな毎日が何日か続いてある日、誰かが少年に声をかけました。誰が？進藤くん。僕ない？お前一人で何してんだよ。少年に声をかけたのは、その少年と違い、年の活発そうな少年でした。あ、その少年と近いでしょ。活発そうな少年ね。ちょっと怖そうな印象のするその彼に、少年が何と答えようか迷っていると、彼は少年にこう投げかけました。暇なら俺たちと一緒に遊ばねえか。おお、これ坂上くんだよ絶対。うん、ほらこっち来いよ。仲間にも紹介してやるよ。進藤君っぽいんだよな。そう言うと彼は少年の手を引っ張って公園の茂みの中へ連れて行きました。ちょっと何する気？やめてよ。あ、これ岩下さん？誰？その子。彼に連れて行かれた場所には少年と近い年頃の子供たちが数人いました。公園の茂みに段ボールを引いて、それぞれがお絵かき帳やおはじきなどを置いて思い思いに遊んでいました。一人でいたから連れてきた。こいつも今日から俺たちの仲間だ。いや、これ絶対これ新井くんだろう。ピートに新しく引っ越してきた子ですよね。この年から陰気そうな顔してんな。木に寄りかかりうつむき加減の少年が言いました。うん、
これだって岩下さんじゃ、岩下じゃん福沢さんじゃんこれ。じゃあ私んちと近いんだね。赤いリボンした女の子が楽しげに笑いかけます。これ風間くんじゃねえか。なんでそのワンピースみたいな服よ貧乏の子じゃねえかやっぱり。はは、ミントなんて一面フルーチー建物じゃねえか。僕が住んでる布団は塗り替えたばっかりでペンキの裏だって白くてかっこいいんです。いや、なんだよお前、金持ちじゃねえじゃん、団地住まいじゃねえかよ嬉しいな、新しい友達ができるなんて。これからよろしくね。この時から太ってたんだな。みんなこの団地に住んでるやつらなんだぜ。まあこれで分かりましたね、風間くんは金持ちじゃないっていうことが。そう、怪しいと思ったんだよ。お前も俺たちの仲間だ、これから一緒に遊ぼうぜ。うん、よろしく。こうして一人ぼっちだった少年に友達ができました。その日から7人は何をするにも一緒に行動しました。晴れの日も雨の日もそこに行けば必ず誰かがいたので少年は寂しくありませんでした。周りに夕闇が立ち込め、夕食の匂いが立ち込める頃になると少年たちは誰ともなく別れを告げ始め去っていきました。そんな日々が過ぎて、ある夏の暑い日のことです。リーダー格の少年がみんなにある提案をしたんです。なあなあお前ら、学校に行ってみたくねえか。学校？少年は学校のことはよく知りませんでした。すると少年の横にいる女の子が手を挙げて答えました。知ってるよ、勉強するところでしょ。私のお姉ちゃん学校に行ってるから知ってるもん。私たちの学校に行くの？そう答えたのは髪の長い女の子でした。ちげえよ、小学校なんて毎日行ってるじゃねえか。近くにもっと大きな兄ちゃんや姉ちゃんたちが通う学校があるだろ。高校ですよね。そうそう、高校だよ高校。今夏休みに誰もいないしよ、みんなで探検してみようぜ。でも勝手に入っちゃっていいのかな。それに鍵がかかってて入れないんじゃないの。心配すんなよ、実はなこの間ちょっと探検した時に学校に入る秘密の抜け道を発見したのさ。わーすごい、私学校行ってみたい。おい、お前一人で探索したなんてずるいぞ。僕にもその秘密の抜け道を教えろよこの変なワンピース、何これ。子供たちはこの学校の話に興味津々でした。彼らの中にはまだ学校に行っていない子供もいましたから、どんなところか見てみたいという好奇心でいっぱいでした。あ、じゃあ多分風間くんと進路くんと岩下さんぐらいが小学校1年生で、福沢さんと、まあ、福沢さんと多分、まあ、福沢さんたちがまだ年長さんっていう感じなのかな。そして彼らはこの学校に行くことにしたのです。大きなところだね。彼らが探検に来た学校、それはこの鳴神学園でした。幼い彼らにとって高校はまさに未知の領域でした。うちの高校はただでさえ広いですからね。小さな彼らにとってはそこは一種の迷路のように感じられたんです。リーダー格の少年に案内されながら彼らは破れたフェンスをくぐり抜けて校内に侵入しました。夏休みの校舎に人気もなく閑散としていました。いつもなら校庭から聞こえるはずの運動部の姿もその日はありませんでした。ただセミの鳴き声だけが青い空に響いていました。ほらここすげえだろ。リーダー格の少年に案内され連れてこられたのは学校の端にある木造の旧校舎でした。セミの声が聞こえ、じりじりと日差しが差し込む中、この一角だけがまるで切り取られたかのように静かで色あせたような印象を受けました。この頃旧校舎はすでに立ち入り禁止になっていました。だけど立ち入り禁止のテープが入り口にだらりと伸びただけで子供たちが中に侵入するのは簡単だったんです。やだここ怖い、お化けが出てきそうだね。はは、お化けなんているわけないだろ、いてもこの僕がやっつけちゃうよカズさんって面白いな。この時からワイワイと旧校舎の感想を述べる子供たち、そんな彼らを見ながらリーダー格の少年は得意げに彼らに言いました。なあ、探検するにはぴったりの場所だろ。
今から探検しようぜ。そんな怖いよ。怖いけどちょっと面白そう。ワクワクするな。嫌がる子供もいれば乗り気の子供もいました。結局子供たちは全員旧校舎に入ることにしたんです。旧校舎の中は昼間でも薄暗く木の匂いに満ちていました。窓から差す光に照らされ、埃がキラキラと舞い落ちます。子供たちはそんな校舎の中を一列になりながら進んでいきました。子供たちが歩くたびに床がギーギーと音を立てました。最初はその音に怖がっていた子供たちでしたが、時間が経つにつれ恐怖は薄れていき、廊下を駆け回ったり飛び跳ねたりと好き勝手遊びました。よーし、じゃあこれからみんなに何かして遊ぼうぜ。恐怖心がすっかりと取れた彼らはみんなに何をして遊ぶか相談し始めました。彼らはどんな遊びをしたと思いますか？かくれんぼだろ、ここは。ですよね、かくれ。でも、ありきたりかな。宝探し。どっちがいいかな。かくれんぼ、宝探し。かくれんぼはそのシチュエーション的に当たり前すぎるな。宝探しで行こう。宝探しをしようぜ。リーダー格の少年がそんなことを言いました。宝探しってどんなことをやるの？誰かの持ち物を持ち主に隠してもらって、俺らがどこに隠したか探すんだ。いいなあ、面白そうだな。宝探しなんてこの僕にかかったらどこに隠しちゃって立ちどころに見つけちゃうよ。みんなびっくりしちゃうだろうな。子供たちは宝探しをすることに賛成のようでした。よし、じゃあ決まりだな。それで宝物だけどどれにすかな。俺らなんか持ってるか。リーダー格の少年に促され、みんな自分のポケットを探ってみました。食べかけのビスケットならあるけど、なんでそんなもん入ってんだよ。そんなの宝物になるかよ。ねえねえ、このリボンは？どれもいまいちだな。なんか他にねえのかよ。あの、これはどうかな。そう言って彼が持ち出したのは一つのオルゴールでした。そのオルゴールは少年のお父さんの出張先のお土産で、彼はとても大切にしていました。とても大切にしていたからって、この段階でいつも持ち歩いてるのかな、オルゴール。いつも肌身離さずポケットの中に忍ばせて、暇な時にはオルゴールの音色を聞いたりして楽しんでいました。なるほどね、ありがとう説明。少年はせっかくなので、みんなにそのオルゴールの音色を聞かせてあげました。わあ、綺麗な曲だね。エンディングだな。いいんじゃないか、宝物っぽいしよ。これにしようぜ。じゃあお前これをどっかに隠してこいよ。リーダーの少年に言われ、彼は自分の宝物を隠すために旧校舎を歩き回りました。僕の宝物はどこに隠そうか、いろいろと見て回って、彼は2階にある教室の窓際の机の中にオルゴールを隠すことにしました。2階にある教室の窓側ね。隠してきたか？隠してきた。少年はオルゴールを隠し終わるとみんなの元に戻りました。よし、じゃあ宝探しを始めようぜ。みんなは少年が隠したオルゴールを探すため、それぞれが思い思いの場所を探し始めました。机の下、トイレの中、けれどなかなか見つかりません。おかしいな、どこにもないぞ。なかなか見つからないんですね。月太郎みたいだな。1階、2階、3階、どこを探してもみんなオルゴールを見つけることができませんでした。結構広いからな。くっそー、俺たちの負けだよ。お前一体どこに隠したんだよ。少年はオルゴールが見つからなかったみんなを得意そうに見ていました。じゃあ案内するね。少年はみんなを引き連れて自分がオルゴールを隠した場所へ案内しました。オルゴールは2階の教室の窓際の机に入れていましたから、取り出すのは簡単です。あれ、ない。ない。少年が隠し場所に手を入れてみたところ、どういうわけか隠したはずのオルゴールがありません。
この教室は全部僕が調べたんだけど、僕が調べた時には何もなかったよ。そんな、僕確かにここに入れたのに。なんで第三者がいるってことか。本当にここに入れたのかよ。違うところに隠したのを間違えたんじゃねえのか。そんな、確かにここに入れたのに、どこ行っちゃったんだろう。少年は涙目になりながら必死で机をひっくり返してオルゴールがないか確認しましたが、どこをひっくり返してみても埃が舞うだけで何も出てきませんでした。ねえ、他の場所も探してみよう。子供たちは旧校舎を探し回りました。今度は隠した少年を交えてみんながオルゴールを探しましたが、オルゴールは見つからなかったんです。おい、お前本当に隠したのかよ。隠してよ、ちゃんと隠したのに、どこに行っちゃったんだ。そうだ、この中の誰かが取ったんだろう、僕のオルゴールを。はあ、そんなことするわけねえだろ。だったらなんでオルゴールがないんだよ。喧嘩すんな、喧嘩すんな。返せ、僕のオルゴールを返せ。少年はそう言うとリーダー格の少年につかみかかりました。おいおいおい、落ち着け落ち着け。うわ、何すんだよお前、話せよ。リーダー格の少年はつかみかかってきた彼を突き飛ばしました。突き飛ばされた少年は床に尻餅をつきました。たく、付き合ってらんねえぜ。みんな行こうぜ。まったく、僕を泥棒呼ばれするなんてとんでもないね。みんなで探してなかったんだからしょうがないじゃん。もう知らないよ。そんなに大事なものなら宝探しなんか使わなければいいでしょ。子供たちは自分たちを泥棒呼ばわりする彼を置いて出て行ってしまいました。一人残された少年は一人でオルゴールを探し続けました。彼にとってオルゴールはとても大事なものだったんです。今はもう死んでしまったお父さんからの最後の贈り物でしたから。へえ、切ない、悲しいな。彼は探し始めました。探し続けました。自分の宝物を。でも探しても探してもオルゴールは見つかりませんでした。そして少年は今でもオルゴールを探し続けているんです。坂上くん、そんな、あなたは君は秀一なのかい。でも彼はあの日以来行方不明のはずでは。僕は長い間探し続け、そして確信した。やっぱりみんなの中の誰かが嘘を吐いていたんだって。だから僕は待っていた。みんながここへ帰ってくるのを。ほら、聞こえる。あのオルゴールの音色が。やっぱりこの中の誰かが持っているんじゃないか。ひどいな。僕はずっとそのオルゴールを探してたんだよ。ずっと、ずーっと。やめて、来ないで。みんなは、こわばった表情で僕を見ていた。やっぱり僕の思った通りだ。そんな表情をするのは後ろめたい気持ちがあるからだ。全部吐き出させて徹底的に探さないと。僕はみんなを教室の壁まで追い詰めていった。うわー！その時細田さんが一気に駆け出した。逃げるな！僕の言葉に細田さんは体をビクッとこわばらせ床に倒れ込んだ。まったく、なんてやつだ。こいつから先に調べるか。僕は倒れてピクピクと震えている細田さんに馬乗りになると、彼の体を仰向けにしてその腹の中に手を突っ込んだ。キャー、豚が鳴くような汚らしい声を上げながら細田さんがジタバタと暴れた。そうだ、素手で腹を貫通させるってどういうパワーの持ち主だよ。他の連中はそんな細田さんを見つめながらただ唖然と立ち尽くしていた。肉を、骨を、臓物を全てひっくり返して探したけど、オルゴールは見つからなかった。ない。空っぽになった細田さんを置いて、僕は残りの連中に向き直った。持ってない。本当に持ってないのよ。ダメだよ。君たちの言葉はもう信じられない。僕はきちんと全員を隅々まで調べさせてもらうよ。結局隅々まで調べてみたけど、誰も僕のオルゴールを持っていなかった。赤く染まる部屋を後にして僕は部屋を出た。
見つからない僕の宝物、きっと誰かがまだ隠し持っているに違いない。まこと兄ちゃんたちが持っていないなら、この学園の誰かが持っているはずだ。先生、生徒、片っ端から調べていけばきっと見つかるよね。さあ行こう、僕の宝物を探しに。坂上くんが今度おかしくなっちゃった。なんでオルゴールなくなったんだろう。ちょっとわかんねえな。いやでもよくさ、まあ他の6人、他の5人は、まあ、やれたとしてさ、よくあの岩下を殺せたよね。びっくりだわ。無理だろ、逆に返り討ちにされるのがうちだ。まあ、よく分かんなかったな。オルゴールはなんで亡くなっちゃったんだろう。誰かが実際誰かが取ってたのかもね、あの6人の誰かが。まあ今持ってるわけないから、まあその6人の家とかを家宅捜索したら見つかるんじゃない。まあでも今回分かったことが一つだけあったね。確信に、確証がついたものが、風間くんはお金持ちじゃないっていう、ただの団地に住んでる子だったっていうことだね。なんだよ風間くん、やっぱ嘘だったか。嘘だと思ったんだよ。セントバーナードなんて勝ってるわけねえって思ったんだよ。じゃあ次は4周目か。一応あと4周目も入れて、あと3回やれば、まあ、一応全部のエンディングは見たことになるのかな。セーブして、じゃあ次回はね、誰からだっけな。次回ね、またお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。